皆さんこんにちは。乃木坂46に2期生として活躍していた相良伊織さん。クールな雰囲気を放ちながらも、実は女の子らしい性格で、少しわがままな一面もあり、そのギャップでファンの心を魅了していました。そんな相良伊織さんですが、2018年7月に卒業しています。気になる卒業理由ですが、彼氏がいたからではないかと噂されているのです。また謎の病気を患っているという噂も。現在は一体どのように過ごしているのでしょうか。今回はそんな相良さんのいろいろな噂についてや、秋元真夏さんとの関係性、現在について、気になる彼氏についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。相良伊織さんは2013年に行われた2期生オーディションに合格し、乃木坂46のアイドルとなりました。しかし当時通っていた学校が芸能活動を禁止していたため、合格早々1年間の活動休止を余儀なくされました。2014年6月に乃木坂46の舞台公演、16人のプリンシパルトロワで本格的に活動を開始。シングル曲「命は美しい」では選抜メンバーに選ばれ、その後はカップリング曲を中心に見事選抜入りを果たしました。相良さんは細身で 160cm 台の高身長なため、クールな雰囲気をアイドル時代から放っていました。しかし本当は女の子らしい性格であり、少々わがままな一面もあり、そんなギャップでファンの心を刺激していたのです。また唐揚げとプリンを心の底から愛しており、乃木坂46に在籍中、地球最後の日は唐揚げとプリンを食べると誓っていると話していたそうです。一方でお笑い番組が好きでバスケが得意という活発な一面も魅力的だと評価されていました。2期生の同期たちと1年遅れて加入することになった相良さん、その影響もあり、人気の面では同期のメンバーと比較して苦戦している印象がありました。それでも相良さんのアイドルとしての個性は光るものがあったため、多くのファンを獲得していました。しかし活動開始から4年後の2018年に卒業してしまったのです。相良さんが卒業を発表したのは2018年の乃木坂46アンダーライブ全国ツアー2018チューブシリーズ千秋楽。2期生では初の卒業生となった彼女ですが、その卒業理由について20歳になったことを一つのポイントとして挙げておられました。それを踏まえて自らの芸能活動を振り返ると、できていないことややってみたいことがまだまだあることに気づいたとのこと。これだけ聞くと希望に満ちた卒業なのかと思われる方もいるかと存じますが、それを語る目には涙を浮かべており、乃木坂46への愛着も十分に伝わる内容でした。その後芸能活動の継続も表明された相良さんでしたが、果たして具体的には何をしていきたいのでしょう。それは後日更新されたブログにて少しだけ語られていました。第一の目標はモデルだそうです。 164cm の身長に和やクールビューティーな雰囲気もまとっている相良伊織さん。実際東京ガールズコレクションはもちろん、楽天ガールズアワード2019スプリングサマーなど、以後名だたるファッションショーでその姿を拝見できる日がやってきます。このように新たな目標に向かって頑張っていくための前向きな卒業だと言われていますが、一方で相良さんは彼氏がいて、そのことで卒業になったのではないかと噂されていたのです。乃木坂46は男性とのスキャンダルが頻繁に報じられており、多くのアイドルがスキャンダルによって卒業および解雇、そして活動自粛を行ってきました。実際に相良さんは週刊誌に報じられたわけではありませんが、ファンの間で彼氏のことが噂になっていました。その最たる根拠が2017年に公表されたオーストラリア旅行。相良さんは
たった一人でオーストラリアへと旅に出たことをテレビ番組で公表していました。その番組内でも一人で行ったことを強調していた相良さん。しかし人気アイドルである彼女が一人で旅行に行ったと信じきるのは難しく、彼氏と旅行に出かけたのではないかと噂になってしまったのです。一人旅と公表したものの、実際はガイドに同行してもらっていたとのこと。数々の写真もガイドに撮影してもらったものですが、そのガイドが彼氏だったんじゃと疑い続けるファンも少なくはありませんでした。このオーストラリアの旅行が原因で彼氏の噂が流れてしまった相良さん。しかしこの後もしばらく乃木坂46の活動を続けていたため、彼氏の噂はデマな上に、この旅行が卒業の理由とは言い難い。やはり本人も後に語っているように、新たに挑戦したいことなどが見つかり、乃木坂46から離れて再スタートしたいという気持ちから決意したことなのではないかと思われます。相良さんといえば乃木坂46の先輩である秋元真夏さんを推しメンとして挙げていることで知られています。そういったことから、秋元真夏さんが中心となる乃木坂46内のグループ真夏さんリスペクト軍団の一人となり活動していたことも、2018年7月11日にニコニコ生放送で配信された動画では、真夏さんリスペクト軍団のメンバーである秋元真夏さん、相良友梨さん、渡辺ミリアさん、鈴木彩音さんの4人が集結。この日は相良友梨さんが乃木坂46から卒業する直前ということで、それぞれが思いを込めた手紙を読みます。秋元真夏さんは可愛い後輩が卒業してしまうということで、手紙を読む前から号泣。少し落ち着いたところで、いおり、少し早いけど卒業おめでとうと始め、正直私の方が先に乃木坂46に入っているから見送る側になるとは思っていませんでした。いおりが卒業を発表してから顔を見るたびに寂しくて仕方がないですと胸中を吐露。いおりへの愛は皆さんより私の方が強いので負けません。これからも誰よりもいおりのことを応援していますと、これからの相良さんの活躍を応援するメッセージで締めていました。この手紙の内容を聞いた相良さんは感激した様子で、秋元真夏さんとの思い出を振り返ります。最後には相良友梨さんが真夏さんリスペクト軍団のメンバーに感謝の手紙を読み、卒業した後も仲良くしてくださいとメッセージを送っていました。そんな相良さんでしたが、卒業後に謎の病になったことを告白しています。乃木坂46を卒業後にインスタグラムを開設した相良さん、しばらくの間更新が滞ってしまった時期がありました。後に更新が再開されましたが、謎の病によって更新できなかったそうなのです。アイドル時代からどこか儚い雰囲気も漂わせていた相良さん、華奢な体型でもあったことから体が弱く、メンタルも打たれ弱いイメージがありました。実際に仕事中も落ち込んだ様子を何度か見せており、ファンにも心配されていたのです。どのような病気だったのかは公表していないため、ファンから体を心配する声が殺到する事態となりました。おそらく公表しづらい病気に悩まされていたようですが、現在は完治しており芸能活動を継続、インスタグラムの更新も頻繁に行っているので、ファンも安心できるのではないでしょうか。そんな彼女の気になる現在についてなのですが、卒業後はファッションモデルとして大活躍されていました。東京ガールズコレクションのみならず、女性ファッション雑誌ラルムにも特集ページに起用。ガーリー系ファッションで今まで見せたことがなかった美しさを披露し、紙面には質問コーナーも掲載されました。またモデル以外にも、2017年にはゴルフネットワーク100ギリ選手権2017の応援サポーターに就任されています。実は2015年から楽天ショータイム
乃木坂ゴルフクラブをきっかけにゴルフを初体験し、その身長に可能性を見出されオファーされたというのです。もちろんゴルフネットワークの番組プレ男レッスン佐久間香織ゴルゴ松本メソッドにも生徒役で出演、その腕を日々磨いておられましたね。記念すべき初回ではティーショットで満振りするなということを、いかにゴルフボールが弾むのかを野球ボールとの比較から学ぶなど、素人にも分かりやすいやり方で学んでおられました。48-46 グループでゴルフといえば山内すずらんさんですが、元から腕のあった彼女に対して素人から始める相良よりさん、一緒に成長していこうという意味ではゴルフプレイヤーの新規開拓にはより貢献できるかもしれません。また2023年現在はドラマ進出を果たしています。出演しているのはガンダムの実写ドラマバンダイチャンネルガンダムビルドリアルというガンダムのプラモデル作りに闘志を燃やす高校生たちの物語に出演されています。皆さんいかがでしたか？現在は個人のファンクラブも始動した相良よりさん、元乃木坂46という肩書きが霞むくらい相良よりとしての躍進が期待されますね。これからの活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。